もこんにちは、しょうゆです。今回は2022年11月23日発売のジュースジュース16枚目のシングルから全部かけて GO のミュージックビデオが公開されたので見ていきたいなと思います。ハロステでミュージックビデオのショートバージョンが公開されてたんですけど、まだ見てなくって、この時のために撮っておきました。もうすでに見たよという方も、まだ見てないという方も一緒に見ていきましょう。イニミニマリモの衣装とは違って、こっちはビシッとスーツなんですけど、カラフルなところがフレッシュジュース感あっていいなって思います。今まであったらこういうのはメンバーカラーにしそうやのに、あえてメンバーカラーじゃないところも珍しいし、それぞれがすごい似合ってますよね。なんで今日は私もみんなに合わせてジャケット着てみました。ちょっと黒しかなかったんでこんな感じですけど、清掃って感じ。では見ていきます。スタートです。おー、かっこいいな。イントロめっちゃかっこいいわ。もうこの時点で好きやからな、私の。なんかごめん、全然喋らへんわ。え、このゆめちゃんとか難しくない？かっこいいな。ジュースリアイちゃんめっちゃ足上がるな。かわいい。イケイケやな。ちょっとこっちの曲も K-POP 耳言えてないな。 K-POP 耳があんのかな。ソロつないでいくみたいなのがすごい多いな、この曲は。かわいい。ここゆめちゃんのこのパートめっちゃ難しい。あ、かっこいい。これジュースやったらかわいいな。めっちゃかっこいい。人数増えたよな。ちょっと暗いシーンはバブリー味があるな。うわー、かっこいい。あ、この首横にするやつめっちゃかっこいいわ。私できひんけど。うわー、この盛り上がりすごい。これライブ楽しいやろな、あの声出しできるようになったら。わー、ソロダンスめっちゃいいやん。あ、アーリーで終わってアーリーで締めみたいな感じ。めっちゃかっこよかった。ちょっともう一回見てみましょうか、止めながら。この一番最初の向こうからみんな並んでスローで歩いてくるところめっちゃかっこいいな。イントロ、まずめっちゃイントロが好き。かっこいい。
こういう感じの曲調めっちゃ好き。ここ一人ずつ歌っててんねんな。ここすごい。ゆめちゃん難しいの。1番も2番も同じとこ歌ってるやんな。1番のサビ、1番のサビかな。ダンスシーンやねんけど、リアイちゃんの足がめっちゃ上がるな。あーかわいい。さくらちゃんのあーかわいい全然止められへんあ、ちょっと待って、全然歌詞が分からへんの。ちょっと歌詞くれ。かっこいい、なんかバーみたいな雰囲気で、オレンジジュースこのカメラによってわちゃわちゃしてるところいいよな。感想かっこいいわ。このこれなアーリーめっちゃ楽しそうやな。はい、ということでイニミニマニーも恋のライバル宣言に引き続き2回目のミュージックビデオ初見リアクションでした。でジャケットデザインが公開されましたよね。私はいつも通常版を購入するんですけど、通常版 B のデザインがめっちゃ可愛くて、まあ、今回は B のイニミニマニモバージョンのジャケットにしようかなと思ってます。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。